はい、こんにちは、森です。毎日お店で料理を作っている現役の料理人です。今回は漫画飯の再現シリーズです。今回再現する漫画飯は1日外出録班長の第1巻に登場したネギトロ丼です。このネギトロ丼は少し変わったネギトロ丼で、普通では使わない調味料の豆板醤とうずらの卵を使います。漫画の中で班長はうまっと言って食べていましたが、本当に美味しいのか実際に作って検証してみたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは今回使う食材がこちらです。今回のネギトロ丼は豆板醤とうずらの卵を使うのがポイントです。詳しい分量は動画の概要欄に載せてあります。そしたらまずネギを切っていきます。今回のネギトロ丼はネギをたくさん乗せるので、1本分すべて輪切りにしていきます。刻んだネギはこのまま食べると辛いので、水につけて辛みを抜いておきます。次はきゅうりを小さめにカットしていきます。まずきゅうりを半分に切って、種を取ってから細かくしていきます。このきゅうりは後でご飯と混ぜるんですけど、もしきゅうりが苦手な方は入れなくても大丈夫です。そしたら細かく切ったきゅうりはご飯にぶち込みます。そこに白ごま 5g を加えて一緒に混ぜます。ネギトロ丼とか海鮮丼を作るときに、こんな感じできゅうりと白ごまを加えると、いろんな食感がプラスされて最後まで飽きずに美味しく食べられると思います。最後に刻み海苔をご飯の上に乗せて、この上にマグロを乗せていきます。そしたらマグロを細かく切ってマグロたたきを作っていきます。こんな感じになれば OK です。ちなみに今回はマグロは 200g 使ってます。それでは盛り付けます。はい、これでネギトロ丼の完成です。それでは実食編へ行きましょう。確かに豆板醤めちゃくちゃ合いますね。豆板醤の辛みとうずらの卵とネギが合わさって、マグロのユッケ丼みたいな味になってます。漫画では入れてないんですけど、ごま油も少し入れると美味しくなると思います。これはマジでうまいわ。ご飯に混ぜたきゅうりとごまもこのネギトロ丼にはすごく合ってます。きゅうりの食感とごまの香ばしい香りがいいアクセントになってます。めちゃくちゃハマる味ですね。ごちそうさまでした。今回は1日外出録班長に登場したネギトロ丼を作っていきましたが、想像以上に美味しかったです。簡単に味の説明をすると、マグロユッケ丼みたいな味です。僕は普通のネギトロ丼より今回の豆板醤を入れたネギトロ丼の方が美味しいと思いました。
辛いのが好きってのもあるんですけど、めちゃくちゃ癖になる味です。なので興味のある方はぜひ試してみてください。それじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。